全国の皆さん、こんにちは。それでは、令和3年度の行政書士試験合格者インタビュー始めていきたいと思います。今回はですね、大阪からお越しいただきました、はい、安藤美恵子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はるばるようこそお越しいただきました。ありがとうございます、はい、さて安藤さんなんですが、入門カリキュラムをやられまして、はい、12ヶ月ですから、ちょうどじゃあ11月ぐらいからスタートみたいな感じですかね。前年の9月ぐらいからです。あ、もう9月からですね。9月からスタートして、はい、申し込みができる時からさせ て、うん、スタートさせて、じゃあもうまさにその最速スタートみたいなところからやられていって、はい、一発合格を果たされたということなんですけれども、そもそもじゃあ試験を受けようと思ったきっかけって何なんですか。はい、青年貢献、青年貢献人に少しちょっと関心がありまして、はい、で行政書士がなれる人っていうのと、あとそれとあと法律をやっぱり知っていた方が、いろいろと役に立つなと思って、はい、なるほど、学習を始めてみようということだったんですね、はいはい、でまあ、こちらにいろいろ合格体験記を、いただいてるんですけれども、まあ本当にまさに法律とかに関しては初学で始められたっていうイメージですよね、はい、全く女子大だったので、はい、そうすると学習のこうやり方っていうんですか、テキストがいきなりドーンってくるじゃないですか、はい、やり方はどういうやり方でやられていったんですか。いや、先生がおっしゃったように、何回も初めは講義を聞いて、うん、多分皆さんは1回で分かるかもしれないですけど、分からないので、うん、2、3回聞いてから過去問を解いて、またそれで講義にまた戻って、講義というかあれに戻ってっていうのを繰り返しをしてました、うん、なるほど。じゃあインプットアウトプットをもうずっと繰り返していたってことですよね、はい、なんかここのその体験記いただいたんですけれども、かなりすごいんですよね。インプットもずっとそういう感じでやられてますし、結果論としては過去問とかも、はい、まあ、ここに書いてありますけど、どのぐらい結局繰り返されたっていうか、ものすごい多分十何回はやって、はい、一緒についてた過去問は十何回ぐらいやって、うん、でだいぶ覚えたと思って、うん、なんかもう答えを覚えてしまって、うん、だいぶなんか分かってきてからちょっと違う過去問はいはい、なるほどなるほど、なんかそれも20回ぐらいやった。そうですよね。あ、なるほど。ここに今20回以上繰り返しましたって書いてあるんですけど、はい、それってじゃあ20回このアガルートのやつをやって、もう一個別のやつを20回、40回やってるってことですよね。もっとやってると思います。他のやつってのは他のスクールの過去問集なんですか。あ、違います。市販で買った太い一問一答みたいな、一問一答みたいなやつですよね、はい、いや一問一答と、だから5択のやつを20回、はい、20回最低をやってるってことですね。まだ他にも購入した先生の、はい、セレクション、ついてるやつですか。80ついてるやつと、あとはネットで買ったんですけども、はい、憲法と、あ、なるほどなるほど、あと行政法の、それも20回ぐらいやったんです。それは憲法とかは20回近くやって、行政法の方は10回ぐらいしかできなかったです。いや、しかしそうは言っても今のお話伺うと、インプットをしっかりね分かるまで何度も聞き込みしながら、だから5択の過去問がまず最低20回、一問一答集が最低20回、そしてまあちょっと多視覚的なプラスアルファの問題集が、いったものに関しては20回で、いってないものも10回ぐらいということなので、いやーすごいですね。いや、ものすごい勉強だなと思いますけど、そうするとじゃあそれだけの量こなされていったんですけど、それだけこなすとなると、ある程度こう知識が少しこう定着しないとすごい時間かかるじゃないですか。はい、最初は本当に10問、過去問10問解くのに2時間とか、うん、3時間近くかかって、民法とかは本当に分からなくて、解説も何回も聞いて、止めて戻ってまた止めてっていう感じで何回も聞きました。じゃあその正直今思い返すと、その時期が正直一番しんどいじゃないですか、まあ、もちろん直前期のメンタルのきつさはあるにしても、そこをこう出して、割とその自分でもちゃんとこう解いて、はい、さささっといけるようになったっていうのはいつ頃の時期ですか。それは、9月から始めて12月ぐらいから、11月か12月ぐらいに、ちょっとずつ分かるようになって、あ、なるほど、っていうか、そうすると、答えを覚えてしまったっていう感じで、なるほど、そうするとじゃあもう9月からスタートされてるんで、年内にはまずその1段階目はクリアしたっていうような印象なんですかね。はい、そうです。でもその年内でそこまでいってるってことは、例えばいわゆるインプットアウトプットをとりあえず一回ししましょうってあるじゃないですか、はい、それはもっと早く終わってるってことですよね。もうずっとやってたので、そうですよね、9月からスタートして、はい、じゃあ、はい、
科目的な部分でいうと大体一回しは10月ぐらいには終わってたって印象ですか。はい、それは民法と、うん、あの行政法は、うん、あのはい終わってた。あと憲法まではやってました。あ、はい、じゃあもうめちゃめちゃすごいペースですね。いや、あの多分本当に全然分からなかったので、うん、あの多分人よりもたくさんやらないと、あの1回では多分分からないと思ったので。今日テキストお持ちいただいてますけど、ちょっとすいません、よろしいですか。その頃なんかこう心がけ、いやもうね、もちろん言うまでもないけどボロボロですよね。ポストイットなんかもすごいですし、あのもう、はい、なんか外れてるので、これはねもうね、あの糊付けが全部剥がれてしまってて、ボロボロって落ちそうな感じですよね。はい、もう何回もセロテープで貼って、うん、この辺りは例えばなんかどの辺を、あ、ちょっとごめんなさい、なんかこれ挟んであったんですいません。注意されたっていうのは、もう書き込みなんかもすごいです。もうとんでもないことになってますけど、この辺はずっと使っていく中でどういうふうに意識されていったんですか。あの間違えた問題とかはあのそこにあの書き込んで、うん、あの先生があのおっしゃったように、あの何ですか、過去問の 何年の何月とかも書いて、はいはい、あとあのその何ですか、あの講義も何回目とかも聞いたので、うん、それを見ながら、あ、ここをもう一回聞き直してとか、間違えた番号をいっぱい書いて。なるほど、確かにそうですね。ここのところにこうペン書きで過去問の54の1とかって書かれているので、これが出てるんだよっていうのが一目瞭然になってるってことですよね。はい、これはねものすごいですけど、その今回お持ちいただいたそっちの方は何ですか。これはあの先生の YouTube で、はい、あ、憲法の、はい、うん、あれをあのちょっとあの条文ですね、はい、条文を全部あの聞いたのを全部一応書き込みをして、はい、あのパッて見てすぐ分かるように、はいはい、のしました。それはこれはもうどのぐらいの時期なんですか、やり始めた。これは、9月ぐらいにしました。これはなるほど、直前期の方にってことですね。直前期にあのもうなんか短期であの、うん、覚えた方が、うんうん、あの先生の講義って耳に残るので、うん、あの憲法とかは、うん、直前に最後に聞、最後の方に聞いた方がいいかなと思って。あ、そういうことなんですね、はい、なるほど。いやでもね、本当にすごいなと思いますね。9月から始められて10月ぐらいまでにはまず一回しメイン科目して、その後ご自身で過去問何度もやっていく中で繰り返しで解かれていたと。でもここまでの回数やられるとどうでしょう、そんな直前期待たずにいけるなっていう時期がもう来たんじゃないですか、こういう感じだと。って思ったりもあったんですけど、模試とかも何回か受けて、はい、うん、あの、はい、その合格点とか行った時とかもあったんですけど、うん、でもあのなんか一回すごい難しい模試があって、うんうんうん、そこでガンって、うんうんうん、あ、もう一回やり直さなくちゃと思って。なるほど、はい、そうなんですね。じゃあ模擬試験でも、まあでも点は取れてる時も十分あったってことですよね。はい、うん、大体はまあギリギリ の、 あの合格点とか、はい、本試験は実際はどうだったんですか。例えば行政法19問出るじゃないですか、はい、で言うとは18問ですよね、はい、うん、民法はどうだったんですか。民法は6問だった。あ、でも9分の6ですよね、はいはい、なんかここはよくできたってのあります、他の科目で。いや、行政法は意外とよくできたなと思って、うん、いや19分の18ですよね。いつもはあの結構17とか16とかって、はいはいはい、で民法の方がよくできたんですけども、うんうん、今回のあの試験は、うん、難しくて。あ、なるほど。あと会社法もあのそんなにあの勉強したわけじゃないんですけど、うんうん、模試とかだと結構意外と取れたりとか、うん、5分の4とかは取れたんですけど、あの本番の試験はちょっと難しくて、うん、なるほど。今年難しかった、去年か難しかったですもんね、はい、うん、あ、なるほど。いや、しかしですね、本当に全くのゼロからスタートされて、あの一つやっぱり一番良かったのはもちろんしっかりやられてるってところなんですけど、スタートが早かったのも良かったかもしれないですよね。 あ、はい、あと、うん、毎日1日も欠かさず、うん、あ、どの辺の時間を使われてたんですか、毎日というのは。朝、あ、私ここに全部、はいはい、あのこれ多分あの違う、あの相川先生の、はい、これ違って、うん、全部やったものを毎日書いて、うん、スケジューリングですね、はい、うん、でなんかあとあの分からなかったのとか、うん、あのすいません、あ、ごめんなさい、このごめんなさい、ここら辺にあの、うん、その間違えた問題とかはいっぱい書いたりとか、うん、これがやったもので、うん、間違えた問題とかもこう書いて、うん、あの何回も、あ、ここをもう一回繰り返した方がいいとかっていうのを書いて、これがちょうど5月24日のあたりというようなことですよね、はいはい、なんかやったものをこういうふうに、ん、これあの後から見直すと、よし、自分はこんだけやったんだっていうね、あ、のもありますよね、はい、はい、うん、なるほど。それでまあ本試験迎えられて見事合格を勝ち取られたということなんですが、あのカメラのですね、向こう、あちらの向こうにはですね、まさに例えば同じような境遇というか、本当に初めてゼロから
スタートされる方っていうのもいっぱいいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういった方々に、まあ、まさに行政法19分の18まで上り詰めた、はい、まあ、でも今日の話聞いてるとね、見られてる方もいやすごいなっていう感想しか出てこないような気もしますけれども、まあよかったら例えば同じそうですね関西で勉強されてる方とか女性の受験生の方とか本当にゼロから始められた方とかに向けてメッセージ、はい、アドバイスあれば最後にぜひお願いします。はい、本当に初学者で社会人経験もほとんどないので何にも分からず始めたんですが毎日続けて最後まで試験の最後まで諦めずにやったらきっと皆さん受かると思います。私でも受かったので、はい、よろしいですか。はい、はい、やっぱり最後ね言葉出てきた諦めずにってこれ本当にもう今日もう昨日から何十人お話聞いてるんですけど皆さんやっぱり合格者が最後おっしゃるのが諦めずにっていう言葉だったのでそれ大事ですよね。はい、はい、本当に試験中もう泣きそうになって、なるほど、会社法とか民法とかが難しくてなんかもうダメだって思ってでも諦めずに、うん、はい、ですよね。はい、はい、というわけでですね今回は本当ね初めて学習をされるっていう方に向けては非常に参考になる話だったんじゃないかなと思います。そしていや何といっても圧倒的な学習量と努力ですよね。見事合格を勝ち取られました。今日は大阪から来ていただきましたけれども、はい、安藤美恵子さんお話を伺いました。おめでとうございました。ありがとうございました。